ちらのね、スペインセーブっていう海沿いの宿を予約しました。ハロー。おー、ほんとテントだね。オッケー。おーほほほ、本当にテントでした。よいしょ。目の前がすぐ海です。周りには何もなさそうな感じですね。シンプルな食事です。チキンココナッツカレーとね、インドのパラタみたいな。こんな感じでテント内をカスタマイズしてみました。一応ね、電気も通じるしね、 Wi-Fi も来てるんで不便なことはないですね。むしろ狭くて落ち着く感じです。めっちゃいい天気です。見渡す限りの海。ちょっと海の方に行ってみたいと思います。やばいっす、めちゃくちゃ綺麗っす。うおと、岩場なんだよね。足元が悪いですけど、水はやっぱめちゃくちゃ綺麗っすね。お昼ご飯食べに行きます。シーフードのランチです。いただきます。ここは世界でもね、数少ないジンベエザメ、ホエールシャークが間近で見られる場所ということでね、すごい有名な場所なんですけど、これですね。明日行ってみようかな。真っ昼間はね、直射日光でテントの中が蒸し風呂になってます。やっぱりゆっくり休めないんでね、明日は別の場所に移動しようかと思います。暑いっす。炭水化物祭りですね。しょっぱくてね、微妙な味付けですね。おはようございます。ただいま朝の5時半過ぎですけどね、あのホエールシャークジンベエザメウォッチングということで、朝からすごい人ですね。こんなにも集まってますね。レジストレーションペイメント、セブ中の人が、ね、ここに集まってくるんで、やはりすごい人ですね。ジンベエザメを見るにあたってのなんか注意事項とかね、そういったものが、まあ、説明があって、その後に海に 入っていくっていう流れです。この人たちはガイドさんたちですかね。とにかくものすごい人が集まってます。シュノーケリングのマスクも、ね、貸してくれるということ。なんだかよくわかんないね。Hello. 荷物はどうしてるんだろう。
Ah, four. Sir, sir, please.宿に帰ります。今日の朝ごはんです。またすごい色のソーセージ。さっき一緒にホエールシャークウォッチングに行った人たちはね、朝っぱらからビール飲んでますね。さすが。いただきます。2日間泊まったテントをねチェックアウトしまして、この近くにある別の宿に移動してます。オスロブ2つ目の宿、このダウンヒルっていうところです。割と安い部屋だったんでね、トイレなかったですね。そんな景色も良くない感じの、まあ安いんでしょうがないかな。午後はゆっくりします。お昼ご飯食べに行きます。いい天気です。朝来たジンベエザメウォッチの会場ですね。ジンベエザメは午前中の早い時間に集まるってことでね、昼過ぎたらもう誰もいなくなっちゃう。レストランがここら辺で食べてる。隣はねもうランチタイム終わっちゃったみたいな。こっちの団体さんの後のこの店ならありそうってことで、来るのが遅くてね、魚が全くないってことで、他の店行ってもないよってことなんで、もうしょうがないから。海沿いでポークグリルです。おでんす。今日はねダイビングをやるんですけれども、セブ島の一番南のサンタンデールという場所ですね。ここにあるダイビングショップに申し込んであるので移動しなくちゃいけないんですけれども、サンタンデールに着きました。セブ島の一番南の町です。この近くにねダイビングショップがあるんですけど、
か美味しそうなスープがありますな。ハロー、ワン。本日の夜ご飯、魚のフライあんかけ、揚げ春巻き、そしてご飯。いただきます。生姜効いててうまいですね。これこんな甘すぎず、ほんのり酸味があって美味しいです。こっちの春巻きもね、カリカリで美味しいです。茶碗のご飯が食べやすいです。イベントやってますね。一人の女性に対して男たちがこうバラを持って Many friends. 誕生日パーティーでね、なんかたくさん集まってる、あの女の子の誕生日パーティー。